さあソニカ第2弾いきますかってことでネジ取りますか。いきなりいきなりですけど、てかさカメラ持ちながらこんな作業できなくね今思ったけど、ネジ取ったらこいつ取って、そしたらこいつを取る、取れんやん、なんか取れた、こうなっとる、これ取る、はい取った、取ったらソニカね、ここにね、ここにネジがある、ここにこいつ取らなかったね、でこいつ取ったら外れるよこれも、ほんでこいつ取ったら、取ったらもう貼れ取れる、よしこんな感じ、取れた、片手やりにくいな、こうこれが純正スピーカー、チャッチーな、これ紙だよこれ、こんなんだよこれ、ほらこんなんだよ、もういらないでしょ、これも取る、撤去撤去、はい取るとこうなってる、でこいつ抜く、こいつ抜く、こいつ抜く、でそうするとさこっちどっちがプラスか分かんなくないみたいなね、俺多分こっちプラスだと思うけど、こっちがプラスじゃないかな、あのねちょっとこれプラスの調べ方を教えます、ちょっとこれまずね電池用意して、プラスをプラスにつないで、マイナスをこれマイナスをつなぐじゃんね、取ってんのこれ、そしたらでこれをこうやってやって、ほらほら下がるでしょこれ、突き出す方でしょこれ、表にこれ、ほらちょっとこっちがこっちがプラスがってことなの、これこれこれ、まあちょっと細かいことは下の説明欄に書いておきます。縦がプラスだからこいつ側だね、こっち側だねプラス、これこっちがプラスだね、緑がプラスってことになります。はい、そしたらこれプラスはプラス台なんで、これネットワークですね、でこいつがツイーターとウーハー側になってるんで、まあ普通のこっちでね、ミッドとツイーター側です、でこれつなげていきます。はい、今取り付けたんですと音出し確認してます、出てますね、 OK です、で次ツイーターつけてドア閉めます。さあちょっと今日別の日なんですけど、前回こっち側がねならなかったんだよ、あれと思って、なんか傷がついてたんだよねここに、なんだろうなと思ったの、よく思い出したらさ、夜中にねうちに飼ってる猫がねこれの配線を加えながらねこのピラー越し引きずりましたんだよね、遊んでで取り上げたんだけど、なんか嫌な予感がしてたんだよ、実際つけたらならなかったわ、はい、ということで新しいツイッター買いました。で今ちょっと全部取り付け終わってサブウーファーもついてる状態なんで、どんな感じかちょっと音を聞いてみましょう。サブウーファーはこういうタイプ、これ20センチですね、これは。まあこんな感じでちょっと無事着いたんだけどもまあちょっとトラブったけどね。でサブウーファーなんですけど、今回中道のこれ20センチ、25センチ、30センチがあって、ですね、K だったら大体20センチで OK、 K コンパクトか20センチでもいいと思う、でちょっとパンチが欲しかったら25センチで、ワンボックスだったら30センチ使った方がいいかなと思います。はい、で全部型番で買いとくんでね、よかったらまあ気になったらつけてみてください。ちょっとこれ本気で鳴らしてみる、これ本気で結構ねやばいんだよ鳴らすと。ちなみにですねサブウーハー結構控えめで鳴らしますよ。十分でしょ
十分でしょ。こんな感じでボックス派ぐらいはまあまあなるかなってぐらい。ただ軽だとこんくらいなんで、もうちょっと大きい車だったらもうちょっと25センチ30センチをつけるといいかなと思います。ということで、まあ、こんな感じでソニカはまあ軽くスピーカー変えましたよっていうね、報告でした。またなんかいじったらなんかやる予定なんで動画にします。こっちはねサブチャン出すんでお願いします。ではさよなら。I killed down, no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed down, no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!